公務員に対して否定的な感情を持たれている方いらっしゃると思うんですよ。で、国会の中にも公務員バッシングをする、政党もあります。で、確かに国会議員と同じぐらいの給料をもらえるぐらいの、その、なんだろうな、公務員の中にも上の職の方々いらっしゃいます。で、そういうところでいろんなところ甘くだったりとかする方もいらっしゃるかもしれません。でもそういう思いできている方々は一握りなんですよ。で、実際この国を引いて見てみたときに、公務員の数は本当に適正かと考えたら、正規で働けている公務員の数、かなり少ないんですね。例えばですけど、1万人あたりの公務員数をイギリスと比べると、日本は3分の1しかいない。イギリスの3分の1しかいない。で、アメリカと比べると、1万人あたりの公務員数2分の1しかいない。まあ、こちらに出てますけれども、日本の公務員数1万人あたりで見ても圧倒的に少ない。その少ない公務員でどうやって回すんですかって話なんですけれども、置き換わってんですよって話です。非正規に、非常勤にってことですね。地方公務員5人に1人ぐらい地方、非常勤というような働き方、不安定じゃないですか。給料安いじゃないですか。一部の人たちはいい思いをしているかもしれないけども、圧倒的にこの公務員の現場、疲弊している状態があるってことなんですね。で、私が言いたいのは、安定した雇用っていうものを作り出すことも経済政策の一環なんですよと。給料もらいすぎてるじゃないかってことをおっしゃる方々は、おそらくその公務員並みの給料を手に入れる、いや違うな、公務員並みの給料あなたがもらえない、この世界がおかしいんだ、この国の状況がおかしいんだって思っていただきたいんです。公務員の給料高すぎるじゃないかじゃなくて、あなたの給料安すぎんだよって話なんですよ。圧倒的に数が少ないんだってことですね。もっと上げなきゃいけない。当然です。だってみんながもっと消費をしなきゃ、これ景気よくなんないんですよって。だって GDP、ね、この国の経済規模を表すものですよね、GDP。その中の一番大きなエンジン何ですかって言ったら、個人ですよ。個人の消費。55% から 60%。みんながお金使えるような状況にならなきゃ、景気なんて良くなんない。みんながもっと消費をできるような状況にならなきゃ、企業も投資しない。あなたが行った消費は誰かの所得になってるって当たり前の話なんですよ。今あなたが安く使われすぎているから。だからこれがもっと引き上がっていくような施策を国が打っていかなきゃなんない。一つとしては不安定な雇用状態にあるような人たちを、これは私は公務員に置き換えていく。公務員として雇っていくってこと非常に重要だと思ってます。例えばですけど、保育、介護。だって圧倒的に人手不足じゃないですか。どうして人手不足になるのかって言ったら、処遇ちゃんとされてないからですよって。国がこの問題解決しようと思ったら、処遇改善する以外ないって分かってんのにやらないんですよ。どうしてか。そこにコストかけたくないんですって。家で見りゃいいだろうって。丸投げですよ、そんなの。養護無償化とかつって、無償化になってませんよ。というよりも使えない人たちどうするんですかって話ですよ。で、その財源どこでやるんですかって言ったら、消費税ですって。バカにすんのもいい加減にしろですよ。ありえない話じゃないですか。